ところなのだ。毎日が夏休み。始まりました。始まりました。あ、始まりました。くぐるまなスタジオ、略してくぐスタ。はい、くぐスタは毎週金曜日11時半から12時生放送でお届けしております。本日のお相手は鈴鹿と遠藤です。はい、そして、部屋の植木です。よろしくお願いします。お願いします。うわ、久しぶりだからもう出っ張ってるわ。はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、もうすぐ行っちゃっていいですか。はい、大丈夫です、はい、もう本日のテーマいきたいと思います。はい、本日のテーマは夏休みということですね。はい、夏休みということなんですけども、はい、遠藤さん、はい、今日はゲスト、はい、よろしくお願いいたします。お願いします、はい、いろいろ夏休みの ネタを考えてくれているそうなので。まさか私は嘘をつきませんよ。何をやったかはちゃんと1から10まで言うつもりです。待って待って、ヘッドホンやってなかったよ。あ、遠藤さんのマイクは3番でしたね。ん、あ、ん、 今聞こえてますね。はい、大丈夫ですかね。お、 OK、 OK、 はい、そういうこともあります。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ鈴鹿さんお願いします。はい、くくスタではメッセージを募集しています。メールアドレス761@fmkoza.jp 761@fmkoza.jp、 ファックスは 098-934-8653 098-934-8653。 また FM コザではユーストリームとツイキャスで映像と音声を配信しています。 FM コザのホームページから見ることもできますので、はい、そちらでもお楽しみください。ツイッターも連動していますので、たくさんツイートしてください。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。それではここで一曲いってみたいと思います。はい、平井大で、スロー&イージーです。どうぞ。すごい。ということはこれ頭のあれは入ってなかったのかな、マイク。マイク。くぐる場だとはっていうのは。あ、どんなだったのだろう。ね、どうだったのかな、入ってなかったのかな。じゃあ。メッセージどうですか。メッセージが、しかも、これがツイキャスで、受信取れるという方が、うん、はい、あとは曲 BGM がシュッとしたあります。大丈夫だと思います。よろしくお願いします。平井大さん、ここいいね。いい声してるね。ね、ちょっとサビ終わったらじゃあ。
お届けしている曲は平井大でスロー&イージーです。いい声してますね。そうですね、平井さん、いいわ。さすが鈴鹿チョイスですね。はい、ありがとうございます。ちょっと海っぽく夏っぽくしました。初めて聞きますけど、本当になんかこう外国の歌と間違えるような感じですね。ね、なんかあのリズムもいいし、なんか雰囲気もなんか明るくなるような感じね。はい、はい、いいですね。はい、ほうほうほうって顔してますけど。はい、はい、はい、先週に引き続き遠藤さん、はい、2週連続ですか。あ、そういえばそうですね。あ、そうなんですね。そうですね。あれ、これってすごいことなんですか。いや、すごいと思いますよ。うん、なかなか、はい、ゲストで2週連続は久しぶりじゃないですか。そうですね。ね、なんかなんだ、私が史上初ではないのか。初ではないですね。そうですね、初ではないですね。そうですか。あ、そっか、メインパーソナリティで鈴鹿さん。あ、でもゲストで私ですか。そっか、うん、そうですね、はい、あれ、なんか私なんか阻害されました。いえいえ、大丈夫ですよ。大丈夫ですよ。はい、ということで、はい、本日のククスタは、あの、僕、平安信之も久しぶりに、はい、参加ということですので、若干緊張しておりますけれども、鈴鹿さん、よろしくお願いします。お願いします。あ、今ですか。いや、なんか最初なんかあんまり、余裕がなかったんで、 今の、はい、今ちょっと落ち着いたんで行こうかなと思って。はい、はい、本日のテーマは夏休み。はい、夏休みです、ということなんですけれども、はい、もう夏休み入ってますよね。24日はもう入ってますね。そうですね、24日だから。そうなんですよ、おそらく。おー、はい、こう、あ、でもいつからだ、今週からになるんですかね。小学生とかが周りにいないので。そっかそっか。ちょっと多分ね、今週月曜日、まあ、お休み、海の日でお休みだったから。あ、20日21日です、はいはい、だいたいその時期的に多分今週からの方が多いのかな。ぽいですよね、はい、だと思いますけれども、はい、はい、いいな、いいな、うん、いいね、社会人になったらこんな長い夏休みってないもんな。そうですよね、毎日が夏休みっていうか。このね、あの最初のこの、遠藤さんが、はい、くぐるばなとはっていうやつがあるじゃないですか、はい、一応言っていただいたんですけど、もしかしたらマイク乗ってたか乗ってないかわからないので。まさかまさかの、これさ、で、これはもう僕のミスなので、あの、もう一度お願いしていいですか。もう一度言っていただいていいですか。じゃあ、くぐるばなとはから。はい、わかりました。お願いします、どうぞ。くくるばなとは、日野足大山にある就労移行新事業所、みんなで就職目指して訓練するところなのでやー。毎日が夏休み。はい、ありがとうございます。なんかキャラが変わってた。あの、最初と違うんですけど、まあまあいいですよ。はい、この毎日が夏休みっていうのはどっから来たんですか。そうですね、はい、これは、ね、ジョジョの奇妙な冒険ですからね。やっぱりか、やっぱりかって知ってるんですか。気づいてた、ジョジョか。はい、誰が言ってたんですか、これ。そうですね、ちょっと僕も曖昧で、はい、読み返し忘れたんですけど、はいはい、確かね、長男なんですよ。どこの家族なんて、すいません、本当具体的に言えないんですけど、はい、で、主人公が養子として、うん、なんか見てもらってる家族がいて、おうおう、その家族の一番上の長男、はい、初登場の回ですかね、その時に出てきたセリフです。はあ、はい。毎日が夏休み、この言い方もそんな感じだ。そうですね、夏休み、いや、そんなことはないですね。そんなことない、多分ちょっとね、感覚忘れたんですけど、はい、そしてそのセリフを言った後ね、クワガタバトルが始まるんですよね。クワガタバトル、そう、そのクワガタバトルがとっても殺伐としていてね、はい、そりゃもうクワガタの顎が折れるのはもちろん、はい、勝つためにメスのフェロモン出すなど、はい、あと他にもね、わざわざクワガタに穴を開けてそこにワックス塗って、はい、もうクワガタを犠牲にしてまでのね、戦いが始まってるんですよね、はいはいはい、そう、ランボルギーニをかけた。ちょっといいですか。ね、あの、最初ジョジョの奇妙な冒険の話してたかなと思ったら、途中から虫キング入ってきた。虫キング。ああ、そうですね。でも今思えばちょっと話変えるとね、うん、夏休み入った頃に虫キングハマった気がします。ああ、そうなんですね、はい、あ、虫キングか、虫キングやったことあります、鈴鹿さん。いや、ないですね。でも、ね、ちっちゃい時はあの逆に本物 のカブトムシを取りに行ってました。へえ、頑張るわね。みかん畑が近くにあったんで。あ、そうなんだ。よく取ってました。へえ、それ
去年育ててました。あれカブトムシだったかな、あのこれがない方、針じゃない、ハサミがカブトムシ、そうですね、角がある方だね、そうですね、角ですね、あれを、2年前だったかな、はいはい、に育てて、はい、子供が取ってきてたんで、おじゃあ育てて、半年以上生きてましたね、すごいね、半年ぐらいだったかな、うん、これって寿命はどのぐらいなの、詳しくは自分もちょっとわからないんですけど、これはあのもしかしたら遠藤さん知ってるんじゃないかなと、ちょっと聞いてみようね、うん、いやごめんなさい、それどころかね、私今でもカブトとクワガタムシ触るのに勇気いるんですよ、虫全般ちょっと無理です。ああそうなんですね、はい、ということはじゃあ知らないということですね、はい、知らなくて当然です。虫キングは得意だけれども、いや得意っていうかね、本当余りましたね、どれくらいお金使ったんだろうっていうぐらい恥ずかしい話、うん、そうなんです、これ何年前ぐらいですか、ね、何年前、もう僕が小学生の話ですよ。遠藤さんいくつなんですか。今今年で21だとして、はい、してだとして違うだとして、うん、どれくらいで余ったんだろう、小学3年、いやちょっとすいません、ここ曖昧だな、3年って15年前かな、いずれにせよ10年以上経ってるはずなんですよ多分。ああなるほど、じゃあ本当に小学6年生とか、そうですね、そんな感じかな、ね、虫キングって言ったらその頃、多分結構5年ぐらい年離れてるから、あ結構見てないな、ね、時代が多分違うと、ね、時代が違う、ここ そっちで5年でしょ、弟たちが見てたんで そっちで5年でしょ、もう こっちはもう20年だからね、あ20年だよ、虫キングって脱やがって話ですか。ああそっか、弟たちと同じ世代だからな、虫キングはなんとなく見てたんだな、ね、あアニメから来たんですか。アニメですね、もう自分は見てた。あでもこれ 先はあれなんだ、ゲームからなんだよね。そうゲームが初なんですよ、そうゲームらしい、アニメが大ヒットしてじゃないんですよね。あゲームがヒットしてアニメになったという感じ。そう逆にね、僕から見てみるとちょっとアニメの方が、あれ虫キングってこんなちょっとシリアスだったっけみたいな、そう生きてこそっていう、もう歌もなんか真面目すぎるしみたいな感じでちょっと見てました。あそうなんだね、違う、じゃあアニメも見てたんですね。はい、あなるほど、アニメか、虫キングは詳しいですね。じゃあね、そこまでは、あそこまでは、もうね忘れちゃった話だからね、詳しいかと言われたら昔の話ですって僕は答えます。昔10年前は昔か、そうですね、10年前か、10年前ですね、あ懐かしい。鈴鹿さんはこの夏休みは、うん、はい、どういう風にして過ごした思い出がありますか。小学校の時はヌーベを、なんだ地獄先生ヌーベを、あまさかの見て、はいはいはい、クーラーつけて過ごしてました。へこれはでもヌーベ先生はヌーベをレンタルして、あなるほど、ね、当時 DVD じゃなくて、はい、ビデオでした、小学生、VHS、そうです。あなるほど、漫画の方じゃないんですね。遠藤くん、わかります？正直ね、ヌーベってエロ漫画でしょってちょっと思ってました。違うわ、あ、違います？全然違うわ、ほら、結構怖いですよ。え、怖いんですか？結構、トラウマレベルでしたよ、小学生の時は。鬼の手があるの、鬼の手、鬼の手が、え、それ、そんなに鬼の手わかる？玉尾先生、いや、知ってはいるんですけど、それ怖いんですか？まあ、確かにリアルではあるんですけど、はいはい、結構トラウマレベルに、そっか、これしか覚えてないな。あとはもう当時は、はい、音楽あ、音楽ギター抱えてスタジオに夏休みだっつって、それしか覚えてないですね。夏休みだっつって、軽音部当時高校の時やってたんで、その時に夏休みにちょくちょく集まってやってたり、はいはい、まだちょっと時間が来ても足りなくてスタジオ入ってやってて、ひたすらこのスタジオ代にお金を使ってたという、結構使ってました。これはなんかそのなんかライブ目標がなんかみたいなのがあったの？ありましたね、当時コザのライブがちょうどあったんで、そこに出たり、ちょうどこの8月じゃないですか、夏休み、はいはいはい、10月11月ぐらいに文化祭じゃなくて、なんだっけ、学園祭、学園祭がちょうどあるんで、それに向けてひたすら練習してました。3ヶ月間みっちり。うわ、でも当時も文化祭実際始まってしまったら緊張もしないで、もう練習しすぎて緊張しないで
もういつも通り楽しめたみたいな、ね、いつも通りそんな感じで楽しめるんで、あ、いいですね、いいですね。当時も夏休みはひたすら練習っていう感じで、こういうなんか一つに集中できるものがあるといいですね。青春ですね。青春ですね。いいな。それしか覚えてないな。私はインドア派でね、はいはい、なんか海に連れて行ってもらっても、うん、なぜだろうか結構所詮ゲームしかやってなかったんですよね。砂浜で？なんででしょうね。砂浜でゲーム斬新だな。そう、少なくとも前回も話したと思うけど、うん、はい、なんかねこうクラゲ見ただけでなんかこう退散したって話あるじゃないですか。そう、クラゲが苦手で。なんでしょうね、刺さってもいないのにただ危険だっていうだけなのに、退散してその後っていう話なんですよ。あ、なるほど。これ沖縄でですか？そうですね。あの茶色いやつ、茶色い、いや白いビニールのやつですか？白いビニールにも見えたから、ああ、ね、これ青いね、かもしれない。ハブクラゲ、あ、ハブクラゲ、なんて言うんでしょうね、ハブクラゲ、なんて言うんでしょうね、ビニール袋にも見えたから、電気クラゲ、そう、もしかしたらビニール袋だったかもしれない、かもしれませんね。いずれにせよそんなもの、うん、それに見えるものがこんな危険なものでもあるのかみたいな感じに思えて、それで恐怖したのかな。あ、そう、ビニール袋に見えたっていうのもまたポイントかもしれません。あ、そう、身近にあるっていう感じを見せつけられたからかですかね。じゃあこのビニール袋が来てから、クラゲだーってこう逃げた。いや、一目じっと見て、クラゲかな、クラゲかな、クラゲだって確信もしないでとりあえず逃げました。あ、なるほど、うん、まあ、近づいたら危ないんでね、確かに判断的には。そう、当たってるんですけど。お母さん、クラゲだよ、クラゲって言った。いや、それもちょっと言い忘れていたような気がします。あ、そうなんだ。もうね、ちょっと、なんでだろうね。正直言っちゃうなんですけど、ヌーベよりもこっちがホラーですよ、うん、まあ、あー、確かに実際いたら怖いからね。そうですね、刺されたらもう病院行かないといけないですからね。あー、でもやっぱみんな夏休み海に行くんですね。ね、結構夏休みって危険と隣り合わせなんですよね。あ、でも、それはもちろん急ぎん着に当たっちゃったらどうしよう、鬼人で踏んじゃったらどうしようとか、はいはいはい、そっか、そういう意味でももうすでに夏休みがホラーかもしれませんね。そうですね。ダメだねこれ。ダメですか。でもね、あれだね、海はね、自分のね、おばあちゃんのお家にね、はいはい、すぐ海近くあるんですよ。あれ、海が近くにあるんですよ。海近くにあるんですね。あ、海の近くにある、はいはい、海の近くにおばあちゃんのお家ですね。そうです、はい、それで、まあ、近かったね。あの当時、あの、なんていうんですか、ちょっと離れたところにちょっと島、無人島的なちっちゃい島があるんですけど、あの潮を引いたらそこまで歩いていけるんですよ。あ、ロマン。歩いていけるんですけど、そこの歩いていくまでにこのちっちゃいフグ、ハリセンボンがもう逃げ遅れたのかいっぱいいるんですよ。やだ。でバケツにいっぱい持って行ったっていう思い出はあります。へえ、ちょっとこれある意味稼げそうですね。だけど、あの、おばあの家に持って帰ったら、このおじいが小さいからこんなの食えるかっつって戻してきたんですよ。あ、なるほど、食べようとしたんだね。完全に食べようとしてそれ以前にまずフグ免許持ってる人いたんですか？フグ免許、これフグとハリセンボンは違う。あれ、フグは膨らまない、針がない。あ、間違えた。感じでハリセンボンはこの膨らんだら針があってツン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 するんですけど、そっか、なんでフグとハリセンボン間違えたんだろう。針、あ、まあ、似てっかね。似てますね、うん、ハリセンボンはあれは毒あるのかな。ハリセンボンは毒はないと思いますよ。毒ないのか。食べれるのかな。食べ、でもかわいそうですね。おじいが食べれるかっつったのは、このちっちゃすぎて食べれるかって言ってるから、ちっちゃすぎて食べれるか、多分大きかったら、多分大きかったら食べれたんだね。あ、でも結局あの巻いて、あの汁になってました。あ、汁物にしたってなってました。それ食べた。食べてないです。食べてない。じゃあフグ飼ってるんで、ちっちゃい右にフグを。あ、そうなの。嘘。フグを飼ってるんで、ちょっとなんて言うんですか、うん、食べたって言ったらかわいそうなんで。あ、そうね、なるほど、はい、でもあなたが食べているのは元鳥だったり、そう、元豚だったり、そう、人間はそういう生き物で、そもそも地球の生物はみんなそう、何かを犠牲にしている。まあ、ね、まあ、ミニ豚は飼いたいですけどね、うん、あ、私も抱きしめたいです。かわいいですよね、ミニ豚、うん、なんかミニ豚の話になってきた。なんかベイブを思い出しますね。あ、ベイブ懐かしい。わかりますか、ベイブ。見ましたよ。超懐かしい。なんか先週もそんな話をしてたの。やってた。やってた。ああ、すみません、部屋さんいませんでしたね。あ、すみません、いませんでしたね。ベイブはね、そうですね、見まくりましたね。見まくった。
ベーブ可愛いからね。可愛いですねベーブは。あ、今真似した。誰だ？誰だ？私じゃないよ。鼻づまりかな。これやったら喜ぶんですよみんな。ちっちゃい子。あ、そうなんだ。あ、やってみよう。あ、いいよできる。できねえじゃん。なんか今ちょっと死にかけのベイブだった。死にかけてます？あ、可愛いチワワがいる。ちょっと待って、あの僕今やったんですけど、うん、誰も気づいてくれない。聞いてた。聞いてました。すいません、なんか音の効果音かと思ってました。すいません。効果音っぽくやったの。効果音だった。感じですか。なるほど、ね。効果音ですよ。効果音。効果音。なるほど。はい、たまに効果音は一口。じゃああの CM 行きましょうかね。はい。はい、行きます。ん？新聞？一旦 CM でーす。あー、CM。すみません、聞き間違えました。豚がいる。パチュ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 。さっきからカエル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 って張りまくってるんだけど。カエルって何ですか？カエルさん。タオルとカエルってなんだろう。タオルと変える。ずっとタオルと変える。え、見ていてコメントしてるんですか。コメントしてるんですけど、変える変える変えるってコメント。変える変える変える。同じ人がヨシアス、ミソノ、ミソノヨシアスさん、ミソノさん、ナーナさん聞いてるかな。うん、多分大阪でユニバーサルスタジオでも行ってるんでしょうね。大阪でも聞けるからな。大阪、そういえばなんかこうあれありません？なんかアトラクション、いわばこうテーマパーク、大阪のアトラクション、あ、いやテーマパーク、例えばディズニーランドでもいいですよ。私もなんかこう行ったことありますから。大阪も吉本しか。吉本、まさかあのお笑い芸の吉本。吉本いつも見てるかな。いいえ、逆にいいですね。お笑いが好きで吉本新喜劇を、はい、やっておりますククスタですけれども、はい、はい、もうね、もう後半戦。早い。早いですね。早いですか。はい、早いですよ。もう今日のテーマは夏休みということで、はい、はい、やっておりますけれども、はい、夏休みです。はい、僕の話もしていいですか。はい、あ、忘れてました。お願いします。僕、僕、まあいつかな、いつになるのかな、はい、僕の夏休みで一番思い出があるのはですね、はい、僕が高校生の頃、もう20年以上ですけどあの高校生の頃に、はい、夏休みって40日間あるんですね。あったんですね。すあったんですね。まあ、7月の20日から8月いっぱいまで、だいたい40日ぐらい。ありますね。そうですね、30日、はい。そのうちの30日間、はい、ビーチに行ってました。へぇ、へぇ、青春。本当に青春ですよ。すごい。これあの、なんていうんですか、うちの近くにというか、まあ、那覇だ、はい、那覇なんですけど、はい、那覇の波の上ビーチってあるんですけど、まあ、波の上ビーチに、はい、もう本当に、部活もやってたんですけど、はい、部活がある日も部活午前中やって、はい、午後に海行ったりとかで、部活が夕方とかにあったら朝からビーチに行って、で時間になったら部活に行くみたいな。すごいですね。これ何目的で？遊び目的で？もう遊びまくってる。遊びまくってます。ある意味両生類ですね。両生類ですよ。うーん、ありがとうございます。エラーはありませんけれどもそうですか、はい、そうですよ。あ、びっくりした、はい、ナンパ目的で行ってるのかなと。あ、これねそう、ナンパ目的の人もいるわけよ。いるんだけど、あの僕らはあの全然、あ、もう、まあ、そういうやつやっとけやっとけみたいな。あのバレーボール部だったんですけど、バレーボール部のメンバー10名ぐらい、男だけですよ。男だけ。男だけで行って泳いでよし部活だから行こうえ、疲れないですか。いやー、若かったから大丈夫だったんですね。でも終わってまた海とか。そうそうそう。でその頃にあの第一期なのか分からないブレイクダンスが流行ってたんですよ。おー、当時の、あ、元気が出るテレビっていう、あのビートたけしさんがやってた番組があるんですけど、それでダンス甲子園ってやったんですよ。もうこれ言ったら多分年バレますけどはい、あのダンス甲子園にハマって、あのダンスの練習もやってた。おお、すごいですね。やってましたよ。すごい、はい、もういろいろそんな感じで、思い出はありますけれども、もう時間もねなくなってきましたので、はい、あら、あとウルトラマンがね、はい、どれくらい戦えるかですよね。そうですね、3分そのぐらいなので、まずは、はい、それでは共産の方いきたいと思います、はい、ありがとうございます。この番組はコーヒークラブダンケ、有限会社おなが電気工事、株式会社ミネ建材、歯茎工、
有限会社琉球動力各社の提供でお送りしています。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。さあ、では先にもうメッセージの、はい、鈴鹿さんお願いします。はい、ククスタではメッセージを募集しています。はい、メールアドレス761@fmkoza.jp、 ファックスは 098-934-8653。 毎週金曜日11時半から12時まで生放送でお届けしています。はい、来週のテーマはホラーです。ホラー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 、そうですね、ホラーですか。ホラーホラーホラー、やっぱりね、夏といえばホラーですよね。ホラーそうです ね、 ね、さっきもちょっとホラーっぽい話が出てたんですけど。そうですね、あれ、まあ、でも夏休みって言ったら、この夏休みで例えばこう、お祭りとかあったりするじゃないですか。ああ、したらお化け屋敷とかやるとか。そうですよね。あ、お化け屋敷入ったことある？あります。あ、子供の国にはい、お化け屋敷があったんですけど。ありました。あのほとんどこのお父さんに、ちっちゃい時にお父さんにもしがみついて、はいはいはい、目つぶって入って、はいはい、あの出て目開きました。あら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 、もう音だけで、お化け屋敷を楽しんだみたいな。そうです、そうです。なんて言うんだろう、ある意味これはほとんどくっついて怖がりだったんで。なんとこういう時にもう瞑想の授業ですか。そうですね、すごい。ほとんどあの無にして入りました。おー、で、あー入ったなって言って泣きながらあの目開きました。あ、なるほど。おー、遠藤さんは行ったことあります？正直、入ったことあるかな、はい、いや、入ったことあるんだ、あるけれども、はい、正直お化け屋敷らしい買ったかな。なんて言うんでしょう、本当にね、お化け屋敷入るの勇気いるし、はいはい、怖いの見たいなとは思うんですけど、はいはいはい、やっぱりね、ちょっと体感するのはまず無理です。はい、正直ね、なんでだろう、母親そのものがね。遠藤さん、ちょっといいですか。はい、僕が質問したのは、入ったことありますかありませんかの話なんですけど。ああ、しまってしまった、それでしまった。ありますか。そうですね、こう言ってはなんですけど、母そのものがね、もうお化けって可愛く言っても、もう嫌だ嫌だ言わないでっていうの。江戸さん、僕は入ったことありますか。入ったらいいでございます。わかりましたよ、はい、断頭直流で、うん、入ったことありません。 ありませんのね。ただ立派じゃないところは入ったことあります。あるんやし、じゃあ、はい、ちょっとね、分からなくて、はい、遠藤さんもあのまたあのゲストで来てくださいね。はい、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。はい、本日も終了になります。本日のお相手は鈴鹿と私だと平野の植木でした。ありがとうございました。ありがとうございます。お願いします。聞いてください。はい、はい、また見てね。お願いします。はい、OK、 お疲れ様です。お疲れ様でした。